おーおー、聞こえた。兄貴、僕はアーカイブでスナイパーに撃たれて犯人も見ました。なんで撃たれたはずなのになんで生きてるんですか。かすりました。死んだと思われてたんですけど次の話で生き返ってました。行くぞ。いらっしゃい。よろしくお願いします。早くみんなに伝えないと。何があったんですか。僕はアーカイブでスナイパーに撃たれて。おっと、誰に撃たれたの。アーカイブでスナイパーに。犯人も見ました。なんで撃たれたはずなのになんで生きてるんですか。かすりました。スナイプですよ。かすって死んだと思われてたんですけど次の話で生き返ってました。あ、よかった。次の話で。あ、ちなみに半分の竹雄さんを持ってってるやついましたね。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。そんなことより、はい、今日パパラッチ5だから、これ多分パパラッチ釣らないとパパラッチ勝ちになります。やばいじゃん。やばいね。でもこれ映ってるの3人じゃない。ラスピオン多分切れてるから大丈夫だ。これいや、これ入ってる。体が4人じゃない。4人じゃない。4人じゃないですか。8セットも。これ切れてたら大丈夫なんじゃないの。体が入ってたら入る多分。いや、これ逆です。ど真ん中にいるやつは逆に白いですよ。でこのど真ん中取らないじゃないですか。普通パパラッチってバレないように。いやー、確かに確かに。今の4だから大丈夫っていうのも変ですよね。いや、そう、俺はそれ思ったよ。いや違う違う、4じゃなくて夏ぴょんが切れてて、俺これ3だからこのターンは大丈夫だよって意味ね。いや、でマッチとも入れてないじゃん3って。おい、ビゲ瀬戸で打てよこれパパラッチよ。ほんとだよな。頼むよ。少なくとも俺はまだしも。いやいや違う違う、この大きさ的に俺パパラッチやったことがわかる。俺マジでクソ白いこと言ってるつもりないんだけどパパラッチ経験があるからわかるんだけど、この大きさの写真はこの中にパパラッチは絶対いんのよ。この大きさの写真はね、そう、遠いと写真めっちゃちっちゃくなるの。だからこの5人の中に絶対パパラッチはいるわけ。いるんだ。いるの。マジで多分。マジ。そう。あ、ちなみに僕撃った犯人知ってます。誰ですか。それも教えてください。本当に。移りましょう。紫です。だって5人映ってるから釣らなきゃ負けなんじゃないのパパラッチ。ちょっと待って、わかんないこれ。ちょっと待って、これちょっと待って、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 え、あ、びっくりした。これん、どうなんの。どうなんだ。写真撮んの。写真撮ってないよ。1枚1000円だよ。え、チェキ1枚1000円だよ。ツーショット1000円ってこと。1000円ツーショット。終わった。ちょっとお金下ろしてくる。1000円も持ってないの。
なんてお小遣い無駄遣いしちゃダメって言われてるからいや無駄遣いだねこれはねこれ以上の無駄遣いないよそれはそうかもしれない金庫から取ってくるわ行ってらっしゃい。うん。ごめん、おにぎ秋山さんどうした誰だ、ね、あの、あれは。俺が変えた役職。お前かい。なんか、はっちゃんとカイトキと下に向かってて。なんだなんだなんだあれいない。瀬戸さんだとしたらもうポンズの写真撮ってるよ。瀬戸さんだとしたらもうポンズの写真撮ってるよ。やばいぞこれ。パパラッチどうすんだよこれ。ボタン押したら。ボタンあれ俺ボタンないよな多分。これ取るの強すぎるだろ。強すぎる。あ、絶対取られた気する今。絶対取られたな。いやー、今だなこれ。何？今じゃない？あれ。あれ写真ないよでも。いやまあ20秒間あるからね公表するか否か。一旦写真が上がるとして、うん、あれだよな今日パパラッチ釣らないとまずいって話だよな。いやまあ写真提出されなかったら大丈夫よ。まあ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 。されたとき、さっき映ってたのが、うん、瀬戸、八山、おしおん、おしおん、街からだけど、うん、なんだけど、八山、おしおんは無理です。そうです、多分ここはないやな。ないです。じゃあ、三択ですね。三択です、うん、これさ、瀬戸がなんか白そうなこと言ってたけど、逆に瀬戸黒そうな情報もあってさ、うん、パパラッチって左下に誰映したかわかんのよ。あ、なるほどね、なるほどね。その5人映ってたじゃん、あれよね。うん、でも対象が何人かって出るのよ、3人とか4人とか。なるほど。だから逆に そうなんだ、その人数のことを真っ先に言ったセットがちょっと怪しいなとは思った。逆にね。これみんな出てるの左下に何人ってこれ。いや、パパラッチは出るの。みんなじゃなくてパパラッチは。ああ、そういうこと。いや、俺は出てなかったからは大丈夫だろうと思ってたんだよ、俺。出てなくて、あれは不可能。いや違う、出てないわ。このターンは提出してないから大丈夫。そうだね、そうだね。じゃあ、マジで逆に言えばロラできるってことだよ。うん、確かにね、早めに。でも提出しなかったってことは、米サボに行ってないんじゃない。あの頑張って白をあのアピールしようっていう気持ちは話してましたよ、僕に。気持ちはね。本当です。いやこれね、まあ今回夏目でずっとミーティングにいたのよ。まあ俺アドミンも見てたから、だからでも瀬戸がパパラッチだった場合やっぱ夏目を入れたいじゃん絶対。確かに、ね、だからまあ言うて取らんのよ。いやいや、このターンは出してこないわ。このターン出してこないのよ。そう、うん、いやまああれじゃない、お互いに、ね、みんなに聞くとしたらこの後インポスター釣りで絶対大変になるからパパラッチをその時に釣れるかどうかぐらいじゃない。まあでもインポスター1落ちてるから、あと 1しばけばいいだけだからね。まあそのタイミングでパパラッチ釣ったらインポスターが強くなるぐらいじゃない。まあまあまあ革新的な要素ないから釣れんか、さすがに。めちゃくちゃ釣りよすよお前。いや、事実しか述べてないですよ、僕は。もう一押し。さあ、まあ三択だからなぁ。まあ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 。いいけど、別に。釣ります。おお、釣れた。釣れるんだ。ラッキー。え、釣れてない？あれ？釣れてない？え、今のってつ、ん、あれ、ちょっと、え、江戸が町かだもん、ん、あれ、ん、おい、おや、ちょっと待って、え、は、え、扉の画面に行けんのいいな。あ、なるほど。お、はいはいはい、それで、え、すいません、すいません。
トマト、レタス、トマト、玉ねぎ、レタス。はい。はいはい。本当に入れてる。オッケー。ナイス。トイレ何してんだ。トイレで。くや。てかなんで生きてる。ちょっとなんかでも。あれ？あれ？ちょっと待って。あれ？なんで？え？え？え？それで押したんですよ僕。なんで言ってんの？なんでまだそんな役職いたっけ？なんでまだウクレレみたいな弾いてんの？何これ？平然とした顔で。一番怖いんだけど。瀬戸朝日生きてるの一番怖いんだけどね。瀬戸ちゃんピョンちゃんの方追っかけてましたよ。追っかけられてはない追っかけられてはない。ちょっと待って俺瀬戸の声聞こえないんだけど、ね。声は聞こえない。聞こえない。聞こえない。怨念で残ってる。やっぱり最後のあの感じで怨念で残ってる。怨念残りやね。怖すぎ。そういうことか。ちなみに歩いてる時は普通に喋りました。これなんで生きてんだこれ。止め方これ。え？釣ってたよねさっき。釣ってなかった。釣れてなかった。釣れてなかった。最後誰も釣れなかったって出てた。そういえば。そんな役職いないよね。ないと思うけど。釣られない役職。二度釣る？特にあれしたいんだったら一回釣ればいいんだ。もう一回釣ってもう一回来てたらもうこれとんでもないことだよ。無敵だよもう。無敵のやつが誕生することになるけど。なんでこれ二度死ぬ。何これ。陽気に弾いてるけど。ギター。東京できないのか。都心タスク終わりました。早い。判定なのかな。僕もタスク終わります。でも死んでる判定なんだろうね。本人は死んでる判定っぽいね。さすがに。じゃああれか、霊体にならずに実体のまま彷徨ってただけか。なんだこれマジでね。しかもラジオについてたんでしょ。いやいやでも普通にその後離れましたよ。離れたんですね。なんで生きてんのって会話だけしてこの時間でちょっとタレコミがあったんですけど、はいはいお願いします。なんかデストロイヤー夏ピョン説ってタレコミが前からそれちょっとあんま言えないですけど、バブルケーキがもう全部言いますよ。僕メイヤーで瀬戸にさっき4票入れてますよ。え打たれるよ。瀬戸の票だって異常に多かったでしょ。確かに確かに。そういうことか。だから僕はパパラッチでもないしデストロイヤーでもないから瀬戸町かを攻めたくて僕は瀬戸殴ってました、ね。なるほど。だから強気に言ったわけですね。はい、強気に言ってましたよ。ハルコね。違うって言ってたんで。いや素晴らしいな。これ釣れなかったら。おお来た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 。釣れた釣れた。よかった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 。よかったよかった。おいバブリー。おめえ。ん？回ってきたね。ちょっと待って、え？ん？これタスクも入れ、いやなんでもない。タスクもかもしかして。タスクもじゃねえか。ああ、おにぎごめんなさっきは。うん？なんのこと。でももう大丈夫だよね。他の人に渡したんでしょ。前のターンね。いや確かにね。誰に渡したかは知らない。いやそう元チェーンシフターだったんですよ。ああそっかそっかそっか。ババ抜き回ってるもんね。いやよかったねはっちゃん渡してね。うんよかったね。やめてやめてやめて。そんな危ないことするわけないもん。おにぎはさすがに渡してるもんね、さっきね。いや、ね。今俺に渡すなんてことはありえない。いや、今は持ってないよ、そんなの。そんな持ってるわけないじゃん。ですよね。デストロイヤー、アテラデストロイヤー、アテラデストロイヤー、アテラデストロイヤー。え？はって早いよ早いよバズあれあれ
が握りつぶされてたよ。誰に？はてな。おめえ、何俺がなんかデストロイヤーみたいな垂れ込みしてなあ。はてなっつったら終わるじゃないですか。これチェーンシフターいたら出てきてよ。誰に渡したかだけ教えてよ、せめて。教えるわけねえだろ。本当に俺なのに、マジで。いや、やだよ俺。いや、違う、ね。僕は渡してない。僕はね。うん、スキップに入れるよ。ほら、チェーンシフターしたいでしょ、うんうんうん、スキップでいいんじゃない。いや、もうこれはもうね、ハテナ釣られるからね。どうなるか。誰に渡してんじゃん、チェーンシフター。チェーンシフターはスキップだ。いや、はっちゃん渡されてそう。帰ろ。いやー、僕は渡してないから僕はね。もう最悪、お塩に渡したの？そう。で、さっきのメインルームで渡されたでしょ。あれや、渡してたんか、もうここ3人でずっとババ抜きしてた。一生ぐるぐる回ったんだ。最悪です。